F1 第12戦ハンガリー GP 決勝は、予選17番手からのスタートとなった角田祐希、アルファタウリ。スタート直後の1コーナーでの多重クラッシュをうまく避けて、11番手に浮上することに成功したとき、角田は、きっと、激励に駆けつけている両親の前で、いいレースができると思っていたに違いない。ところが、その後、角田が言うところの謎の戦略によって、角田は、ポイント争いから大きく後退する。角田祐希、 高スタートでトップ10に迫るも入賞ならず、ペースが良かったのに、結果につながらなくて残念。F1 第12戦、例えば、9周目の1回目のピットストップだ。直前の無線で、角田は、タイヤはまだ大丈夫と言った直後に、ピットインの指示が入った。10周を終えて、ソフトタイヤでスタートした他のマシンがピットインしたため、勇気も、同じように、ハードタイヤを装着して第2スティントへ。まだレース序盤だったし、やりようはあったと思いますが、その後も、 すべてがうまく行っていなかった。1回目のピットストップの後、タイヤ交換に手間取ったこともあって、11番手から13番手に交代した角田。そのため、角田もそのつもりでステイアウトしていた44周目、チームからピットインの指示が出される。ハードからミディアムにタイヤを交換して、16番手でコースに復帰した角田には、もう入賞するチャンスは残っていなかった。上記はオート、スポート、3、 の抜粋です。第12戦ハンガリー GP での角田選手の不可解なピットインについて書かれています。1回目のピットイン、直前の無線で、角田は、タイヤはまだ大丈夫といった直後に、ピットインの指示が入った。2回目のピットイン、そこには、セーフティカーやバーチャルセーフティカー、VSC が出るまで待つという理由もあった。わけのわからない戦術で振り回されたことがわかります。しかも、さらに悪質と思われるのは、 車両パフォーマンス担当チーフエンジニアのクラウディオ・バルストリが別の記事で上記のこと2回目はセーフティーカー待ちをしていたようなことには一切触れずに角田は2回目はペースを上げられなかったとコメントしていますかなり悪質なように思えます今更この話をするのは第12戦は後の祭りですが今後も多方面から見られているということを言いたかったのです